どうもこんちゃ、どうもこんちゃでございますね。はい、辛ラーメン焼きそば、あ、辛ラーメン焼きそば辛いんだこれね。これを食うっていうだけの動画ですね。辛ラーメンの説明はいいよね。はい、辛ラーメン、アレルギー、小麦、大豆、464キロカロリーですね。韓国のですね、めちゃんこ辛いラーメン、その1、その2、その3みたいな感じでございまして、過去に袋麺とカップ麺ね、両方ともいただいてますが、まあ結構辛かったなってことなんで、また食うってことですね。この動画、2023年8月13日に撮っておりますがですね、非常にですね、暑うございまして、こういう暑い日にはですね、まあなかなか普通のカップ麺は売れないので、こういう焼きそば系が出てくるわけでございますね。中はもう火薬がすでに入ってまして、あとこういう普通のですね、麺が入ってますが、麺そのものは全然辛くないですね。このスープが辛いわけでございますね。このスープがですね、間違いなくですね、とにかく辛い。これはもう間違いないわけでございまして、でですね、こうやって入れるわけですね。でですね、まあ、こっち側に例のターボ湯切りがくっついてますね。はい、それで、で、このタレ、見るからに辛そうですね。で、これが、辛ラーメンの粉末スープですね。あ、見るからに辛そうでございますね。一応ですね、また例によってですね、あ、これだ、あ、わかめスープ、業務用スーパーで買ってきたわかめスープですね。これは用意させていただいてまして、まあ、これで一応ですね、この茹で汁をここに入れて捨てるということでやらさせていただいておりますね。はい、やっぱりですね、お湯は大事にするのであります。これ、切るとこがいつも難しいね。ここか。あれ？どこだ？あ、ここだ。よし、それでここ切って、で、まあ、これをこっちに入れて、で、こう待機するわけです。いやね、これね、まあ本当ね、激辛も私随分いろいろ食いましたけどね、まあペヤングの鬼マークね、あの鬼マークがついたあのペヤング、超極辛ってやつ、あれがやっぱり全てに優先しますね。もう麺関係ではですね、もうあれが一番凶悪です。ただね、何でも申し上げてるように、スープ、あの激辛のですね、スープを飲み切るのがものすごくきついっていうのがあるので、だから焼きそば系は比較的ハードルが低いですけどね。でもそれでもやっぱりペヤングの激辛は本当にやばいです。あれはガチでやばいんで、あれなんですけど、辛ラーメンはどれくらいだったかな、っていうかこのさ、入れ物は完全に焼きそばじゃないよね、普通の。でもね、ここにほら、ちゃんとターボ湯切りがついてるから、俺ね、焼きそばなんだよ。で、ここにお湯をまずこう捨てるわけですね。あっち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 。あ、これ何度も申し上げてると、ここをちゃんと押さえてやらないと、ここから具材がベロッと出るっていうことが起こるんでね、必ずこうやってやらなければいけないのでありますね。で、こうやってお湯をきちっとまず切りますね。切ったらね、ちょこっとだけ蒸らすとね、中の水分が全部ね、小麦の麺に吸われてですね、まあ飲みやすくなる、食いやすくなるみたいな話はあったりもしますけどね。とりあえずわかめスープは普通のわかめスープで平和でございますが、いよいよ、食うわけでございますが、辛ラーメンこんな感じですね。はい、中にもすでに火薬は最初から入ってましてね、よくね、日本の焼きそばはよくね、あれ火薬が別袋になっててね、それでその、火薬をですね、溶かしま、袋入れ忘れてね、ぷかぷか浮かぶって話だ。で、こんなですね、なんだろう、こんなのが入ってますよ、中にね。見えますこれ。辛いマークがついてる。かまぼこみたい。あ、カレーこれ。辛っ。このかまぼこ辛かった。あ、カレー！やべ。油断してた。やべえな。あとこの肉、肉は大丈夫ですね。あと乾燥野菜、ネギ、これは大丈夫ですね。これ辛いです。このなんかこのかまぼこみたいなやつ、これ辛いですね。油断してました。で、次粉末スープですね。辛ラーメンの粉末スープ、あとこれがですね、ラー油みたいなやつが入ってますね。で、この粉末スープをまず入れましょう。これがね、辛いんですよ、すごく。あ、もう匂いからして辛いですもんね。本当に本当にさ、
でこれをこう入れな、すごい量だね、しかしこの粉ね、うん、こうやって混ぜながらですね、これよく混ぜてですね、なじませないとね、なじませないと何が起こるかっていうと、特定の部位が辛くて死ぬっていうことが起きますから、まあこうやってまず混ぜて、うん、でまあ、うん、それでもさらにこれを全部こうかけて、まあ全部入れましょうね。でこの粉がどんな味か、カレーはマジで辛い。なんで粉を直接ね舐めれば辛いに決まってるんですよ。唐辛子直接舐めてるようなもんですからね。でもね、粉の量が異常に多かった割にはペロッと舐めただけで死ぬほど辛いので、多分ねこの麺自体がねもう全部ね粉をね直接舐めてるような世界になると思いますね死んじゃえまあこんな感じで、まあよく混ぜるわけですね。じゃあこのままでちょっといただいてみましょうかね。まずこの油を入れる前にちょっとどんな感じかな。辛い、やっぱカレーな辛ラーメンな、まずいな、これ食い切れるかな。で一応これがですね、辛ラーメンの油なんですよ。やっぱこれも入れないといけない、多分これももっと辛いんだろうと思うけど、やっぱこれも全部入れなきゃダメですよ、やっぱね。なんか見るからに辛いよこれ。ちょっと舐めてみよう。あ、この油はそんな辛くない。あ、辛いわこの油も辛い。よし、うん、ほんじゃね、覚悟を決めていきたいと思いますね。うん、人間ね覚悟が必要でございます。いや、じゃあちょっと待ってね、ちょっとあれを用意しよう。一応、うん、うん、これじゃねえな。よしよし、辛さ対策、うん、今回はですね強炭酸水ですね、これでいきたいと思いますね、もう辛さね、うん、うん、ちょっとね、炭酸が抜けておりますがですね、一応強炭酸水ですね、これで頑張りましょうね。よし、うん、炭酸飲むとね割合比較的ね大丈夫らしいんだ、うん、じゃあ早速いただきましょうかね、辛ラーメンですね。今日は多分ですねもう話せなくなると思います。話してると口の中痛くなるんで、うん、だからすげえよなこれな。いただきま、すげえなこれ。あ、辛っ、最初から辛い。これスープ麺なんかより全然あげて、ちょっともうスープ麺より辛い、真っ赤になってるタオルが、うん、よし食うぞ。もう無口で喋らないでいきたいと思いますね。なんか匂いからしてすごいもんな。なんか、うん、ちょっともう黙ります、口の中痛いんで、人の食うもん、あ、いて、人の食うもんじゃないかもしれない。痛い、痛い、
あ、痛い。よし、行くぞ。行くぞ。もうあとすぐなんで一気に開いて。よし。やみつきになる辛さだって。痛い。やみつきになんかなんねえよ。よし。意外と量がある。あ、痛い。
目の周りがすげえ汗。よし。よし。あ、だいぶ落ち着いた。残りいけるだろ。うん。うん。病みつきになる辛さ。死ねえ。よし。よし、最後に一気に行きましょう。よし、行くぞ。くると唐辛子の匂いがプーンときてさ、体が拒絶反応を起こすんだよ。なんか体がこうなんか警告してる。うん。よし。行きます。行きます。一気に食い切りたいと思います。行くよ。これで一気に行けなく。よし行こう。よし行く。いただきます。きつかった。
ペヤングよりきつい。ペヤングよりきつい。ちょっと口の中痛いわ。ごめん。痛い。まあ、食べきったけどね。食べきったけど。めっちゃ痛い。ペヤングの赤いやつあるでしょ。真っ赤。あれよりはきつい。うん。地獄より、鬼マークよりは、下だと思うけど。ごめん、ちょっとマジだって。マジで、マジだね、これね。あったかいスープなんか飲めない。痛くて。冷やさないとダメだから、熱いスープは飲めないんで全部残しちゃいました。これ後でゆっくり飲みます。電子レンジでもう一回チンしてゆっくりやります。ちょっと話し方が、なんか、うん。サブチャンネルらしくないリアルな感じになっちゃってますけど、ガチでやばいですね。本当に。うん。まあでもこれでも病みつきになる辛さって書いてあるから、まあ、そうなる人もいんのかもしれないけどね。いや、俺はもういいわ。きつい。というわけで、どうも、辛ラーメンでした。いや、あ、まあ、焼きそばね、辛焼き、あ、痛い。あいって。どうも、すいません。失礼します。